カラカスの鉄道計画路線図カラカス地下鉄は、ベネズエラの首都カラカスの地下鉄である。4路線、総延長は52.4キロメートル。最初の路線の開業は1983年で、地下鉄を運営するカラカス地下鉄公社は、地下鉄路線の他にメトロバスという路線バスも運営する。5色の応線を車体のデザインに用いることが特徴である。ここでは、 運江会社が同じメトロバスについても記述する。カラカスの都市交通に地下鉄を導入しようという計画は1930年代から存在したが長い間実現に移されなかった。従来のカラカスの公共交通機関は路線バスが主力であり市内の道路の整備とともに路線も拡大したが1960年代になると 人口増加と自家用車の普及に伴い、道路の渋滞が深刻になっていた。地下鉄の建設計画は1968年に建てられ、工事が始まり、1983年1月2日に1号線が開業した。最初の区間は、プロパトリア駅からラオジャーダ駅までの8駅で、同年3月に、ラオジャーダ駅とチャカイト駅の間の7駅が、 路線の延伸に合わせて開業した。工事には、ベネズエラとアメリカ合衆国の多数の企業が携わり、車両はフランスで製造された。この1号線の工事は東に向かってなお続き、1989年にはパロベルデ駅まで開業した。1号線建設中の1977年に、カピトリオ駅から南に下る2号線の建設が決定した。 これは、東に、ラスワドフンタス駅、西に、ソーロンヒコ駅、北に、ラパス駅までの3車線として建設され1987年に開業した。翌1988年に、ラパス駅からエルシュレンシオ駅まで、延伸開通し、エルシュレンシオの資金にある、カピトリオ駅との連絡により、1号線と2号線が、接続した。1994年には、 プラサ・ベネスエラ駅からエル・バジェ駅までの3号線が開業した。プラサ・ベネスエラ駅の構内で1号線と接続する。2006年にはプラサ・ベネスエラ駅の資金に新設されたソナレンタル駅と2号線のカプチノス駅を結ぶ4号線が開業した。同年に開業した近郊鉄道であるロステケス鉄道は カラカス地下鉄とは別の校舎が運営し、2号線のラス、アドフンタス駅から南に、ロステケスまで運行。また、3号線のラリンコナーダ駅は、国鉄の近郊電車のターミナル駅と合体している。現在は4号線の延伸工事が行われているほか、別路線にも様々な延伸計画がある。2010年には、カラカス地下鉄公舎が運営する、ロープウェイのメトロケーブルが、 2013年には、新交通システムであるカブレトレンボリバリアノが、開通した。地下鉄は1号線、2号線、4号線が7両、編成、3号線が6両編成で運行されている。アルストム製の車両とカフ製の車両が導入されている。カフ製の車両ロープウェイのメトロケーブルロープウェイの、メトロケーブルの運営は、地下鉄と同じであり、 市内交通に組み入られている。メトロバスのターミナルメトロバスからかす地下鉄は、地下鉄駅と接続する路線バスであるメトロバスを運行している。整備されたバス停を持ち、路線図を公開、掲示している。メトロバスは、地下鉄と連絡する統合ギップしか発売されておらず、バスだけの運賃は設定されていない。この統合ギップの運賃は、 他ののの民間会社の路線バスの運賃と大差はない地下鉄、メトロバスともに、細かな時刻表は公表されていないが、午前5時30分から午後11時まで運行されており、地下鉄は数分ごとに運行されるが、メトロバスはバスの定員が埋まるまで発車しない仕組みとなっている。地下鉄の電車は冷房付きであり、駅構内及び車内での飲食は禁止されている。 駅構内に公衆便所は設置されていない。地下鉄の運賃は2006年6月30日の時点で距離無制限、1回券が500ボリバル、距離無制限、10回券が4500ボリバルである。ありがとうございます。